はい、皆様いらんからくてダラダラプレイヤーのおっさんです。何これ、あ、出るんだったっけ、あれこれちょっとあれあ、はい、はい、おっさんの一人旅でございます。どうしようかな、これちょっともうね、パパッとね先に進みたくなってきた。とりあえず頑張って進めていきますね。カットしながらマウント乗りてえな。でもマウント乗れるようになるまでにね、なんか炎ブーって吹くあいつがいるから、どうなんだろう、レベルいくつあればソロで勝てるかな。でとあるところでね、絶対俺は積むんじゃないかっていうもう予測が立ってるんだけど、まあね、やり始めちゃったもんはとりあえず行けるとこまで行くっきゃないよね。何これ、いやーでも装備欲しいけど、装備欲しいけどさ、ちょっと俺初心者の館まで頑張るわ、この装備で。ほらまた荷物届けてこいよ。これお、もっちょいでレベルが上がる。でもなんでログインド1個消えてたんだべな。いやーちょっと待って、なんかここで CPU の占有率100なんだけど大丈夫かな。もうね、おじさんのヘッポコマシンね、 CPU がコアツクワットなんでね、あの9550っていうのを使ってるんですけど、やばいんだよ、もう録画するとさ占有率100になるんですよね。で 100% 超えるとね、もうあれなんだよ、延滞っていうの、あの遅延っていうの、すごい訪れとか起きるんですよね。やばいんだよ。うわ、ちょっと待って、バカお前、こっち来んな、こっち来んな。いや、ね、レベル14のそんな強敵と戦ってらんない。ちょっとまず逃げよう、タゲ切ろう、タゲ切ろう。なんでこんな犬に追いかけられんだよ、犬の餌じゃねえぞ筋肉は。よしよしよし。でなんでこっち、あ、びっくりした、こっち見たかと思った。ちょっとね、俺この前青鬼っていうゲームやったからね、追いかけられる恐怖が半端ないんだよね。設定でさ CPU の負荷ってなんぼかできないかな、どうにか。画面サイズをちっちゃくすりゃ多少いいんだろうけど、 FPS のね制限をかけるとね多少マシにはなるんだけど、ちょ30のね制限をかけちゃうとね結構ね。影とかいる？他人は影表示しない。ああ、NPC まで消えちゃうのか。なんか、すごい合作になるよね、影ないと。だってあともうどうしようもなくない？影の解像度下げるか。でもさ、この辺下げてもさ、俺、VRAM な気がするんだよね。VRAM ってあの、ビデオカードのさ、あれな気がするんだよな。そう、で、今ね、これ、DirectX11 なんですけど、DirectX9 にするとね CPU の負荷めっちゃ増えんだよね。あれなんで？でなんか DirectX11 で起動するとやったレベル上がった。ちょっと筋肉さん、今俺喋ってる時にレベル上がんのやめてもらえるかな。そう、あの DirectX11 で起動するとあの何 GPU の負荷がねちょっとバーンって上がる箇所があるんだけど、 CPU の負荷がねすごい下がるんだよね。まあちょっとその原理がよく分かってないけど、まるっと取り替えるにはちょっとね金銭的に大変だからさね、快適なエオルジャ生活を送ってみたいんだけど、かといってプレフォー買うのは嫌だしね。いやちょっと待って、めっちゃ来たんだけど、ちょっとお前ら筋肉さん殺したら後でまたメインキャラで復讐に来るからな。うらっ、復讐のエッタ。ジャッカルは関係ないから逃げるわ。お、なんか勝利の栄光とか手に入ったよ。え、ちょっと待って、これどこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、これ、あれ、あ、届ければいいの、もうちょっと逃げるよ俺、死ぬもんこれ。え、どこに届けんだこれ、西ラノシア、西ラノシアに届けんの、行ったことねえよ西なんて。どうやって行くの、どうやって行くのって、あ、こっちでいいんだ。
いやこれ最初からやると分かんないもんだね。見知らぬ知らってどうやって行くのとか言っちゃったけど、いやそうだよな、普段テレポで一発だもんな。そう、ちなみにねこれね、西ラノシア入った瞬間にね、西ラノシア地方っていうの、あそこ踏破できるから、これはね俺両アップデートだと思った。ほらいきなり踏破できるから。ん、アチーブメントが踏破じゃなくて到達になってる。え、前からだったっけ。ほら一気にマップが完成してるっていう、これ素晴らしいよね。あ、初心者の館行けんじゃない、初心者の館行けるかもしれないけど、レベル11で行けるもんなのかな。レベル15まで上げないとダメだよね。こいつ全財産をはたいて注文したんだ、かわいそうに。はあ、金もらっとくね。でもこれメインクエの経験値やばいね。敵いっぱいいるんじゃないの。あ、チョコポーター解放しとこう。あれ、俺これちょっと一回も話しかけたことない気がするんだけど、ほらハウトゥー出たもん。大丈夫これ乗れんの。あ、乗れるね、まあ、いいわ別に。いやこれさ、今さメインクエの経験値はすごい多くなったじゃん。だけど俺これ完全ソロでやるとすると、サスタ社解放してもコンテンツファインダーに申請できないのね。できないっていうか、しないつもりなのね、ソロで行きたいから。そうなるとさ、メインクエがそこで止まっちゃうわけじゃん。レベル上げがもうフェイトしかないよね。え、何これ、ちょっと待った、コントローラー動かなくなった。え、ちょっと何これ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、なんだ、え、は、え、え、ちょっと待って、コントローラーおかしいって、勝手に動いてんだけど。え、どういうこと、え、通信切れ、ちょっと待った、ちょっと待った、えい、あ、止まった、コントローラーの通信切ったら止まった。もう一回、えい、え、ちょっとやめてもらえます、あ、動かねえし、あ、動いたっていうか俺のパソコンがもう、え、何、どういうこと、ないとか言われるんだけど。いや、それ犬かな。いやちょっとこのジャッカルとかにたげられて何喋ってたか忘れたんだけど、まあ、いいや、とりあえずやるわ。なんか今日ついてねえな、配達中にめっちゃ大雨にやられるし、コントローラーの通信は切れておかしくなるし、やばいね。最近のいいことって言ったら CPU のね、CPU クーラーを取り替えたんですよ。だから今 CPU の占有率100になりっぱなしなんだけど、なんかねそれでも CPU の温度が58度で止まってるっていう。前はね録画とかしちゃうともうやばい、78度とかになってたから、まあ良かったっすのかな。何言ってんだ俺、本当にお使いだな。うわっ、なんか俺青鬼にやったせいなんだろうな、サーバーから切断されただけですげえびっくりした。もうちょっと何、メンテとかじゃねえよな。え、ちょっと大丈夫、パソコンぶっ壊れたんじゃないのこれ、大丈夫これ。お、どうした、どうした、おい、なんか太陽だけ出てっけど、エオルゼの終焉を予測してんのこれ、大丈夫。え、何これ、ここにいきなりバーンってヨシピー出てくるとか、いやねえな。おい、ロビーサーバーで弾かれんだけど、え、俺なんか悪いことした、バンとかされんの、え、何、どういうことこれ。いや、しかもちょっと FF 自体が落ちたんだけど、え、パソコンもうダメ俺これ、ちょっともう一回再起動してみよう。あ、入れた。
入れたよね、大丈夫だよね。ちょっと俺なんか、わう、びっくりした。ログインした直後にフェイトジョインとかやめれ。よいしょ、すまん、ちょっと今コーヒー入れてるから待ってね。いやー、なんだったんだべな、なんか、いやー、ほんと90エラー怖えわ。え、こんなフェイト構ってらんないから。あれさ、90エラーってほんと原因が分かんないよね。あのフレンドさんとかでも結構悩まされてる人がいるんだけどさ、たまに起きるんだよな、まあ、自分の場合だと原因がありすぎてちょっと分かんないっていうね。あー、うーい、やさほい、次どこ行くの、またスコ、次どこ、ハーナンザってあの甲冑のとこかい、これ。そうだね、これ、やったー、オーバーパワー来た、オーバーパワーやっと来たよ。もうちょっとフィジカルボーナスを振っとこう。オーバーパワーがあればもう怖いもんないよ。やるけど、モラビー挑戦じゃん。結構なんかさ、優しい言葉をかけてくれたけどさ、チョコボポーター利用しろとかさ。でも結局言ってることはお前行ってこいってことでしょ。いいよ別に。走ってっか。はい、ちょっと行き過ぎて帰ってきた。ここさ、ほら今迷子橋で出たでしょ、真ん中に。でこのマップにもこの迷子橋っていう風に書いてあるんですけど、これなんで迷子橋っていうか知ってます？これただの橋じゃん、ほら全然普通の橋でしょ、なんの変哲もない橋でしょ。でこれなんで迷子橋っていうかっていうと、これあれだからね。待って、俺これ今回サムネイルにしよう。ほら晴れたしいいじゃないのこれ。まあそれはいいとしてさ、なんで迷子橋っていうかっていうと、あのこれ俺適当に言ってるわけじゃないからね、嘘じゃないからね、これ公式情報だからね。あのコミュニティ放送かなんかでも言ってたんだけど、今さ新生エオルゼアじゃないですか、まあ、蒼天のイシュガルドとか続いていくんだけど、あの実は Q14 っていうのが存在してて、まあ、簡単に言うとなんで Q14 の時代が終わったかっていうと、いろいろあんなもんやこんなもんが降ってきて、あんなもんがパカって出てきてドカーンってなって、おじいちゃんがボーンって吹き飛んで、それで一回こうエオルゼア地方って滅びちゃったんだよね、まあ、滅びたっていうか、まあ、こうすごいことになっちゃったわけよ。で、まあ、メタ情報なんだけど、まあ、開発の人たちは新生エオルゼアをね発売するためにいろんな大改修を行うわけじゃん。あのマップのこういう病、あ、虹だ、虹レアだよ、虹だ、これサムネイルにする俺、今日っていうか今回サムネイルにしよう。ちょっとハゲもうちょっと透明がいい、あー、これはいいよ。エオルゼアの虹結構レアだよね。レアでもない、俺あの新生オールズヤのさクローズドベータからやってんだけど、虹みたいなこれ2回目なんだけど、あ、消えてく、うわすげえ、俺今日いいことあんじゃない、今日悪いこと続きだったんだけど、これからもう夕方だけどいいことあんのかな。何の話してたっけ。うわすげえ、虹スーって消えてくんだね。まあそう、迷子橋ね。でやっぱほら新生オールゼを発売するにあたっていろんなところをこうどんどん回収していったんだって。で一応その零細っていうのの影響でこの川がね枯れちゃってたらしいのよ。だから水が流れてなかったんだって最初。
なんだけど、まあ、この橋だけは残ってたんで、ね、水もないのになんで橋がかかってんのっていうことで橋だけ迷子になっちゃったみたいなことで迷子橋っていう名前がついたんだってさ。なんだけど、まあ、ゴツゴツした岩ばっかりでなんか水がないのが寂しいっていうことで結局水今流れてんじゃん、うん、結局水流すことになっちゃったんだってここなんだけど名前だけまた迷子橋っていうそのまま残っちゃったっていう。だから迷子橋の名前だけなんだよねこれ。だから迷子でもなんでもないのよ、普通の橋なのよこれっていう。なんかね裏話もあるそうですよ神聖オルゼア。俺ねそういうの好きなんだよねなんかそういう設定、なんか普通にさこうねアイテム集めとかしてるとぶっちゃけどうでもいい情報なんだけど、なんかこうそういう世界設定が好きなんだよね。普段なんてさこんなとこチョコボで走り抜けたりとかさ、もうみんな走り抜けていくだけでしょ。でもここって海なわけじゃん、だからこういうとことか鉄板錆びてんのよ。ほらみんな知ってたかな、錆びてんのこの鉄板、こういう杭打ってそうなところ。こういうのはね俺 FF やっぱすげえなーと思うんだよね。あんまりみんな見ないじゃん。でもなんかこうねのんびりこういろんなところを歩いてると錆びてたりするわけよ。お、こいつカチューシュの AF 着てんぞ。おっかねえな顔。零歳後初なんだビクトリー号。へえ。はあ。何メール、はあ、こういうとこでちょっとクラフターのねなんかちょっとしたクエストっていうかあってもよかったんじゃないかなって。リムサ限定デイリーみたいな、ないか。いやここも綺麗だよなこれな。でも今日は虹見たからもういいやね。これすごいよねこの青いのね、俺ここ好き。これね、これもスクショ撮っとこう。わーい。え、なんかすげえとこ着地したぞこいつ。ちょっとびっくりした今。わー、お、なんでもない。また面倒くさいことばっかり。ここキキルン襲いかかってくんだよこいつら。レベル13だけど大丈夫かな。いやいける。うわうわばっか。ちょっと竹切れねえかどっかで。やばい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 。よっしゃ、危ねえ危ねえ、怖えよ。なんだよ青鬼じゃあるめえし。うわ、よし。これ確かさ逃げれんだよね。そういえば戦わなくてもいいよな。もうコキンってか大丈夫でしょ。わーい、見つけたよ。ほんとこの NPC どもは一人では帰るもんな。一緒に連れてってくれたっていいのに。リッチにテレポする転送分料金あるから。で
の武器は欲しいけど、まあ最悪いいや、もう武器メインキャラとかに作らせよう。はい、これでどうなるんだ。ビクトリー号を狙ってくる。はい、地味になんかあれなんだよな、ストーリーが違うんだよね。やっぱ俺グリダニアで始めちゃったからさ。あとウルダハもね、途中までやってるんだよね。三国もあるぐらいまではやったんだけど、リムサって何気に初めてなんだよね。怪しいやつだ、ご挨拶だな。わしらは海賊だぞ。ああまあ別にいいけど。焚き火は消してってください。え、これだけ。あ、焚き火消えた。ちゃんと消してった。あいつらいい海賊だった。やはり海賊がいたのか確認するが、息子を取り返す言っていたのだな。はい、住人の誰か海賊狙われてんだ。いやー、そろそろなんか装備もらっといた方がいいような気がするんだけどな。まだまだいいよね。レベル14じゃないとダメって言われちゃった。マジか。あ、経験値とか結構もらえる。ちょっとこの辺で頑張ろう。ちょっとマジで、こんなところでつまずいてじゃダメなんだよな。ワフフってすげえ名前だな。お弁当、もう直射日光とかに当たってたけど、もうダメじゃねえかこれ。腐ってんじゃない。いや、あとどうする。でもフェイトとかであげるしかねえか。いや、サブクエ受けまくるか。やーべえな、参ったな。めっちゃ出たけど、ていうかなんかさ、景色見てたんですよ。夕焼け綺麗だなとか。そしたらさ、ディスク書き込みエラーとかってエラー出てさ、録画ソフトをバーンって止まってさ、えって思ってたっけ。ジャッカルにたげられて足を滑らせて崖から落ちて死んじゃって、リムサに帰ってきた。はい、そんな状況でございます。でさ、俺思ったんだけど、ギルドリーブをやれば経験値が入るからいいんじゃねっていう、まあただそれだけなんだけど。え、なんでここに行くの、めんどくせえ。あ、うっそ、バカだ俺、テレポ、うわバカだ、せっかくさっき言ったのに解放してくんの忘れた。いや、あるよね、あるよね。もうほら、テレポできんのがさ当たり前みたいになっちゃってるからさ、やっちゃったな。まあそんな時は漁師ギルドに行って、どっちだっけ、こっちか、確かさ、こっから行けるよね。うん、えマジか、嘘でしょ。レベル15にならないと船も乗せてくんないの。走んなきゃダメ。どっから行けたっけ。ちょっと待って、西ラノシアってさ、どっから行くの。西ラノシア、西ラノシアってどっから行くのこれ。中央ラノシアから、船で来れないってことは、そうだよね、中央ラノシアかと高知なんて行ったことないしな。中央ラノシアから走ってこなきゃいけないってこと。マジか、うわ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 、めんどくせえ。
マジでか、ちょっとチョコボのしてくれ、誰かそこら辺にいないかな、パーティー組んでこうなんかエタチョコとか乗せてってくれる人いないかな。ちょっと待てよ、こいつ最後の希望じゃない。ダメだった。いや、なんか西ラノシアまでチョコボ乗せてってくんないかなって思ったんだけど、ダメだったね。走るわ。まずついでだ、あのあれがいる、あのなんだっけ、あれ討伐大将いるんじゃない、いないかな。あれ、この前俺ボコボコンされたのってここじゃなかったっけ。あ、ほら、あいつそうだよ。大丈夫、1対1なら負けないから。オッケー。ああ、いやー、皆さんエーテライトの解放はもうバッチリしないとダメだね。うわー、でも星空めっちゃ綺麗。これいいね。ちょっとこういう写真をパシャッとね。うわー、いいね、こういう星空見に行きたい。あー、すげえ。あー、いいね。あ、これちょっとこう、あー、いやー、ちょっと待って、この、うわー、くそ足りない。このね、横に見たいね。真上が見えればいいんだけど。月が、あ、すげえ動いてる、ちゃんと動いてるよね。え、動いてない、この光が動いてる。まあいいや。あ、どっちだっけ、こっちか。エオールゼアタイムってさ、これすっごい早いでしょ、時間経つのが。でも体感時間としては多分この人たちって俺らと同じなんだよね、感じる時間を感じるスピードって。でもエオルゼアタイムはとんでもないスピードで過ぎ去っていくわけじゃん。って俺思うんだけどさ、これって多分なんていうの、こう俺らが住んでる地球は1日が24時間でしょ。でも多分この惑星ハイデリンはなんていうのかな、こう、あそこも綺麗だね、これほら、うおー、いいね、ここ。あら、これ綺麗だね。まあ、ちょっと雲がちょっといい感じに、こう。あー、いいね、これ。え、ところで、この建物何？あ、あれか。あの、あれだ、あれ。シリウス大灯台だよ、あれ、多分。そうだよね。あれ、シリウス大灯台だよね。違ったらごめん。え、でもなんか方向的にそうだよな。え、違うか。いや、違くないよね、多分。幻影諸島の、これでしょ？ここだもんね。多分シリウス大、もういいや。あの、月とか、あの、惑星ハイデリの話も今度にしよう。ちょっとね、おじさん眠くなってきてるんだね、これ。で、ぼーっとしてきた。はい、エーテライト解放で、ギルドリーグをようやく。これでいいのか、これを。これでいいってことか。え、にしてもちょっとギルドリーグ少なくね、40枚しかない、一回も受けてないから、あれってこと？一日何枚ずつとかもらえなかったってこと、これ。え、ちょっと待って、これ、ハウトゥーいいわ。よし。わかったって。スイフトパーチ、あ、戻る。あー。サイダーがなぜか美味しい今日。
結構。おすげえ、二重に美味しいよこれ。なんかまたビックリマークついてるけど、初心者向けギルドリーブ解放だって。へえ、ギルドオーダーね。はい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 、経験値もあったからコンテンツファインダーを使ってみよう。何を言ってるんだ、コンテンツファインダーが使えりゃ苦労しねえんだよ俺は。っていう、まあ自分でね決めただけで。あ、でもちょっと待って、ここで堂々倒せば多分あれだよな、討伐手帳が1個開くよね。あ、これでレベル上がるんじゃない多分。あれ、ちょっと堂々だよな。あ、いたいたいた、よし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 。しかもフェイトもあれだからね、ちょうどいいよ。うっそ、ちょっとおい、なんだよそれ。ちょっと1匹ぐらい倒させてよ。何今のかかったかのような、さあ腹立つタイミング。え、ドードってどこにいるの、ちょっとファットドードってやつしかいないんだけど。いや、ファットドードも普通のドードもデブには変わりないよねこれ。え、どこ、普通のドードってどこにいるのこれ。シダーウッド、シダーウッドってここじゃないの。え、こっちってこと。え、シダーウッドってどこさ、ここじゃ。ええ、ちょ待って、あ、これクォーターストーンか。シダーウッドってどこさ、したらこっちかい、スカルバレー。え、俺なんか見間違えた。え、どこ、こいつテーチラノシア、シダーウッドでしょ。シダーウッドってどこさ。ここ西ラノシアだもんね、 10% ってことは。ちょ待って、俺も混ぜて、ちょっと待って、俺を混ぜて、今ちょっと切実に経験値が欲しいんだって。あ、93%、ちょ一発殴らして。あー、待って、あ、しかもだ、うわぁ、ちょっとこのなんとかさん、しかも俺ちょっと今あの人たげちゃったから名前隠そうなんいかないよね。マジか、とりあえずエルポート解放しとこう。エルポートのエーテライトを解放して、チョコボポーターも開けとこう。はい、よし。なんかすごい中途半端ですけど、ちょっと今日はこの辺で終わっときましょう。なんかエラー出たりなんだりで結構散々だったんだけど、はい、とりあえずこんな感じで申し訳ないですけど、ご視聴ありがとうございました。次回はできればちょっとレベル15になって初心者の館パッとクリアしてさっさしゃぐらいまでは行きたいよね。さっさしゃアタックはしないですけど、とりあえず三国回りたいかな。ラノシア以外に行けるようになりたい。うん、まあぶっちゃけね、とっとと進めてズバズバカットしちまえっていう話でもあるんだけど、まああの次回もだらだら極力早めに三国行きたいな。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。なんかすごい中途半端ですけど、さよなら。